ーナーが友人からまとめて譲り受けた3頭のグリーンシャトーの子。中でもひときわ細く小さく見えたのがタマモクロスだった。最初はそれほど期待されていたわけではなく、ごく平凡な馬だった。さあゲートが開きました。入球当初女の子のように細い上とても丈夫なタマモクロス。新クラウン外6番がタマモクロス、人気の2頭。さあ先頭は一気にこの辺りで三尾伊勢ビオ、三尾伊勢ビオが先頭、それからタマモクロスが粘った、そして愛知松島、愛知松島が2番手に上がってきたか。デビュー戦は結局7着。その後もなかなか勝てない日々が続いた。もうちょっと勝負強いかなと思ってね、それで今度長距離走るからダートに変更して2走目か3走目ですけど、阪神で未勝利勝って、で京都で芝使ってね、ほんで前の馬がパンクしてそれに乗っかかって、まあ、一瞬からまで逃げてきたんですよ。4番のサマモクロス、そしてタイマグナモーパス、エイシンガーランド、この3頭が発走直後落馬をしております。でそれでもう休養がてらに札幌を持ってきて、最初使う時6頭か7頭立てで田原君に乗ってもらって、全然馬込みに入っていけないんでね、怖がって、それでもう一回芝使おうかということで、で京都を変わった時点で芝使ったら、見事にまだ半信半疑だったですけどね。先頭は完全にタマモクロス。タマモクロスがその遅い変身を見せ始めたのは7馬身差をつけたこのレースからだった。600標識を通過、この辺りで単独タマモクロスが先頭です。タマモクロスが先頭、リードが1馬身ぐらい、外をついて名勝飛燕、名勝飛燕が今度は2番手であります。さあ先頭、続く富士の森特別で3勝目を挙げた頃には、そのタイムの良さからにわかに菊花賞に向けての関西の秘密兵器と評されるようになった。完全に抜け出したのは5番のタマモクロスでした。念願の G1 挑戦も考えられた。だが小原調教師はこの馬は5歳が勝負の年とオーナーを説得、ハンデの軽いうちに鳴尾記念へ出走させた。距離2500メートル、阪神競馬場の名物レース鳴尾記念、見事なスタートを切りました。13頭、5番のタマモクロス、見ない騎手は早くも下げました。先頭に立ちましたのは8番の名勝栄冠でありますが、あとは一段となってこれを追う展開になりました。ご覧のようにちょっと縦長になってまいりました。日本ピロマーチが続きました。第1コーナー右にカーブを取ります。人気を集めておりますタマモクロスはしんがりからの展開。第4コーナー青い帽子、タマモクロスも差を詰めた。さあ各馬固まって第4コーナーをカーブして直線でありますが、アルファデスが先頭に立つか、アルファデスか、スピードヒーロー差を詰める、スピードヒーロー差を詰める、そしてゴールドシティであります。ゴールドシティ内の方からタマモクロス、内からタマモクロスが抜けた。タマモクロス先頭か、外を通りましてミリオンテスパー差を詰める。さあ内で名勝栄冠粘っている、名勝栄冠粘った、タマモクロス断然他を引き離した。そして2着は名勝が粘ったか、タマモクロスが初重賞が6馬身差のレコード勝ち。小原調教師は5歳に向けての確かな手応えを感じた。深い信頼で結ばれていたミノオーナーと小原調教師、鳴尾記念の出走は任せたが、ミノオーナーは明けて5歳の初戦に金牌を選択。向こうを流してあります。さあ後ろの方がちょっと固まっております。前2頭に引っ張られるような感じで16頭が競馬を進めております。タモンクロスはこれゼッケン13番の馬であります。一番後ろから、さあ果たしてこれから15頭を抜くことが、タモンクロスはまだしんがりであります。メジロゴスホークはこの辺りで先頭に立った。メジロアンテは大活健太、日本ピロマーチ、その後ろにゼッケン11番、ヒデリウオ、さらには12番、キャスパー、6枠の2頭であります。さあ、第4コーナーから直線を向きました。メジロゴスホーク先頭、メジロ先頭、メジロ先頭、大活健太が2番手、大活健太2番手、日本ピロマーチであります。タマモは、タマモは来ないのか、メジロゴスホークは先頭だ、大活健太がローポイント、そしてタマモクロス、そしてタマモクロスが一番内からスルスルと伸びた。タマモクロスがメジロゴスホークと並んで一気にかわした。タマモクロス強い、タマモクロス強い、1着はタマモクロス。鞍上の見ないも驚く15頭抜き、一番人気を背負っての重賞制覇はにとってこれまでで一番の喜びとなった。ゲートインも終わりました。さあ花に立つのはライナーカーペンターか
さあゲートが開いて丸物ファーストの方は金牌で見せた末足を武器に続く阪神大商店では3000メートルの距離に挑戦した。ダイナカーペンター加用騎士が思い切っていきました。ダイナカーペンターが先頭、1頭で逃がすと怖い馬、そして2番手に7番の丸物ファーストでやります。あとはちょっと後ろの方に置かれまして、3番手2番の目黒朝日、それから3番の目白ジレンの方が前へ行きました。それから白い馬体2頭が踊っていますが、黄色い帽子の方がタマモクロス、頭巾をつけているのがタマモクロス、4番がスダホーク、そして1番のシルコーシャン、ちょうど1周目の第3コーナーであります。ゆっくりとしたペースになりました。これはもう大方の予想通りであります。後ろの方に主力どころがおりますんで、前の方は果たしてどれくらい折り合いをつけていけるのか。先頭は6番のライナーカーペンター、そして2番手に7番の丸物ファースト、昨年の200馬であります。今日は田原騎士が騎乗しています。そして3番手でありますが、赤い帽子が上がってまいりまして、メジロジレン、メジロジレンが早く動いているのか、これはどうなのか、ちょっとスローなのか。タマモクロスも一緒に上がってまいります。タマモクロスも一緒に上がってくる。内へ入った白い帽子がシルクオーシャン、そして青い帽子がスダホーク、外を通りまして黒い帽子目黒朝日、淡々としたペース、スローペース、完全にスローペースでやります。先頭は6番のダイナカーペンターです。さあ声援が飛ぶ阪神競馬場、拍手が湧き上がります。淡々としたペースになりました。前の方も折り合いがついています。丸物ファースト2番でタマモクロスは本来は後ろから行く馬でありますが、ちょっとかかり気味なのか。タマモクロス3番手であります。タマモクロスは3番手、これは未来の作戦なのか、それとも意に反して前へ行っているのか。タマモクロス3番手、その後ろメジロジレン、4番手グランプリホースであります。4番手メジロジレン、そしてシルクオーシャン、もう1頭スダホークがいて目黒朝日、これから第2コーナーであります。あと1周第2コーナーにかかります。3番のメジロジレンは現在4番手であります。先頭は6番のダイナカーペンター、それから丸物ファーストが依然として2番手、タマモクロスはちょっとかかり気味なのか3番手、そして4番手に3番のメジロジレンであります。この辺りまだ淡々としています。ゴールまであと1000メートルでありますが、2000メートルは何秒で行くのか、2分10秒ぐらい、完全なスローペースでやります。完全なスローペースでやりますが、タマモクロスは依然として3番手。さあその後ろメジロジレンが外へ馬体を合わせた。シルクオーシャンが宇宙を通っている。その後ろから来る白い馬体、関東から再開してきているスダホークでありますが、外から黒い帽子も動いて目黒朝日、7頭が押せってこれからペースが上がるでしょう。これからペースが上がる。さあ先頭は依然として6番のダイナカーペンター、丸物ファースト、内へ入ったのが5番のタマモクロス、タマモクロス、メジロジレン、それから1番のシルコーシャン、まだおっとスダホークはちょっと手が動いている。スダホークは手が動いている。丸物ファースト田原騎士が内を確かめて、この辺りでダイナカーペンター行くのか。さあ先頭はタマモクロスは例によって内へ入った。タマモは内へ入って外へ立て直すか。さあ先頭は依然としてダイナカーペンター、ダイナカーペンター、真ん中をタマモクロスが割れるのか、タマモクロスが割れるのか。外からメジロ、外からメジロが差を詰める。しかしダイナカーペンター、ダイナカーペンター逃げる、ダイナカーペンター逃げる。そして2着はさあ3頭並ぶ、3頭並ぶが、おっとタマモか、真ん中タマモ、一番内がダイナカーペンター、外丸別、3頭が並んで入りました。ゴール前、息を呑む3頭の競り合いは同着。ここまで5連勝で駆け上がってきたタマモクロスとミナイ、 G1 の舞台はもう目の前にあった。 JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。君だけの東海帝王は無敗でダービーを圧勝した後、3度の骨折に泣かされた。もうダメなんじゃないか、誰もが思った。1年ぶりの有馬記念、一人一人に競馬は嬉しい。 JRA。 昭和天皇と同じ年齢だった美濃オーナーがダービーよりも菊花賞よりも望んだもの、それが天皇賞の栄冠だった。また無冠のリーディングジョッキーと言われた南井克実にとっても、もう譲れない51度目の八大競争挑戦でもあった。さあゲートが開いた。揃って飛び出しました。見事なスタートを切りました。18頭であります。早くも名将栄冠が行きます。黒い帽子、大方の予想通り名将栄冠がゆっくりと飛び出しました。外からリワードパンサーであります。リワードパンサーが外から馬体を合わします。それからもう1頭ダイナカーペンターが3番手、早くもスローペースになろうとしております。レイクブラックが内から行きました。それから黄色い帽子、マヤのオリンピアの方であります。その後ろ1番がランドヒリュー、そして赤い帽子がアイアンシロー、
それからゼッケン番号10番がゴールドシティ、その後ろにゼッケン番号5番が見えまして、メジロジュレン、それから12番昨年の2着馬アサヒエンペラー、おっとスダーフォーク、目黒朝日というところはちょっとかかったようになっております。もう一頭オレンジの帽子はランニングフリー、その後ろでありますが15番のマルブツファースト、メリーナイスはこの後ろにいました。13番メリーナイスは後ろからレースを行っております。それからタマモクロス、そしてペルシャンパーソ、この18頭、もう1頭マウントニドンが続きまして、18頭が1周目のホームストレッチに入ってまいりました。穏やかな流れになりました。第97回天皇賞は穏やかな流れになりまして、なんとマヤノオリンピア、マヤノオリンピアが先頭に、これはちょっとかかったんでしょうか。前のオリンピア先頭、内を通りまして名将栄冠、それからリワードパンサー、この3頭が後続の15頭を引き連れました。2番のライクブラックがおります。ご覧のように18頭が内から外へずっとばらけました。ゴールドシティの黄色い帽子が鮮やかにおります。メリーナイスはまだ後ろの方です。第1コーナー右にカーブを取りまして、これから第2コーナーに向かいますが、もう一度18頭を先頭からご紹介しましょうか。先頭前におりますのが名将栄冠、名将栄冠が先頭を打ち、その外へ9番のマヤノオリンピア、この2頭が後続馬を大きく離しました。3番手以降です。人馬ともに一息つく第2コーナーのカーブです。7番がリワードパンサー、それから内内を通りましてレイクブラック、そして14番のランニングフリート、人気のない馬が前へ行っております。内を通りましてランドヒリュー、それからアサヒエンペラーであります、アサヒエンペラーダイナカーペンター、ゼッケン番号5番がメジロジュレン、メジロ去年のグランプリコースであります。おっと一発胸元のムチが飛んだ。アイアンシロー、それからゴールドフチー、黄色い帽子はまだ後ろの外を通りまして、スダフォーク、タマモクロスは外へ出した、マルブツファースト、それからマウントジドン、メリーナイスはまだ後ろか。メリーナイスはようやく画面に入りまして後ろから2頭目、しかし18頭が固まりました。どこからでも来れる展開、第3コーナーです。さあご覧のように固まりました。固まって先頭はおっとメジロジレン行った、早くも外からメジロジレンが行きました。赤い帽子、これと一緒に17番スダフォーク上がってまいります。ランニングフリーです。ランニングフリー、メジロジレン、そしてスダフォーク、ムチが飛んでいる。9番が前のオリンピア、アサヒエンペラー、内から来た来た、タマモクロス、内から来た来た、タマモクロス、それからゴールドシティであります。ゴールドシティ、さあマルブツファースト、そしてランドヒリオです。第4コーナーをカーブして、メジロが先頭に立っているのか、メジロジレンか、内からタマモクロス、内からタマモクロス、タマモクロス突き抜けるか、メジロジレンか、タマモクロス、そして真ん中を割ってランニングフリーか、ランニングフリー頑張っているが抜けた、タマモクロスが抜けた。6連勝へ向けてタマモクロスが先頭に立った。待ちに待った天皇賞の舞台、 G1 の舞台でタマモクロスが先頭に立ちました。タマモクロス先頭、これはもう楽勝です。タマモクロス1着、2着に14番ランニングフリーです。3着にメジロジレンです。タマモクロスです。菊花賞を辛抱し、そして有馬記念でもやめて満を持しておりました玉をクロスであります。騎手生活18年目の未来に初の G1 タイトルをもたらした玉もクロス、小原調教師の信じた通り5歳にして本物になった。春の天皇賞で長距離の力を見せた玉もクロス、続く宝塚記念では日報帝王らとスピードの勝負となった。天皇賞での疲れを懸念してか、人気は日報帝王に次ぐ2番目だった。ゲートが開いた、まずまずのスタートを切りました。13頭、さあ行くのは何か、日本は行くのか、完全と日報か、メジロフルマーか、メジロフルマーか、日報帝王か、外からミスターボーイも出てまいりました。予想されましたようにこの3頭の先行争いでありますが、日報帝王は外へ出した、メジロフルマーは内へ切れ込んだ、ミスターボーイはそのまま外へ行きます。さあ内立ちスレスレ、メジロフルマー、岡部が逃げます。メジロフルマーが先手を取りました。そして日報帝王がその外、大歓声、10番のプレジデントシティであります。タマモクロスは後ろから3頭目、タマモクロスは内々を通って後ろから3頭目、いつもよりやや前の位置取りであります。第2コーナーに向かう13頭、先頭から整理していきましょうか。先頭は7番のメジロフルマーです。そして2番手に抑えて日報帝王です。日報帝王が2番手、そして3番手でありますが、ちょっと差があってプレジデントシティ10番、13番がミスターボーイで4番手、そして赤い帽子ハシテンゲルド、内2番がタマモクロス、ちょっと早め、1番がマウントニゾン、そして5番がランニングフリー、その後ろ4番マヤノオリンピア、その外へランドヒリュー、そして11番フレッシュボイス、そして白い馬体が踊って12番のスダフォーク、その外へメジロジュレンであります。この13頭が淡々とした流れになりまして、第3コーナーであります。興奮するお客さん、真っ白
白なスタンド、あなたのそして私の夢が走っています。先頭は目白フルマー、日方帝王が外から林かわす勢い、日方帝王が外へ馬体を合わしました。さあ、タマモクロスはどのあたりに来ているのか。タマモクロスは青木さきた黒い帽子、内を通って、例によって内を通って見ない、内からタマモクロス、外からランニングフリーとランドヒリオであります。目白ジレンがまだ後ろか、早くも第4コーナー、早くも第4コーナーです。目白フルマーじっくりと溜め込んで第4コーナーをカーブした。日方帝王、日方帝王と目白フルマーでありますが、早くも日方をかわしたか、日方をかわしたか、外からプレジデントシティ、外からプレジデントシティであります。タマモクロス来た、タマモクロスが来た、外へ来た、タマモクロス、今日は外からタマモクロス、今日は外からタマモクロス、タマモと日方、タマモと日方、完全にタマモクロスかわした。春の天皇賞馬の貫禄だ。そして日方がどうやら2着を粘る。タマモクロス1着、これで G12 連勝、通算でも7連勝となった。このあと北海道で放牧に入り調整、次の目標を史上初の天皇賞春秋連覇に定めた。あのお前やな、データでは消しですよ監督。ええな、あのお前消しですよ。じゃあ、あのお前消しですよ。データか直感か、いざ G1 へ、チャレンジの秋。連覇を狙う天皇賞の舞台は4歳の怪物オグリキャップとの対戦でもあった。オグリキャップはコバ相手に高松の宮杯毎日王冠を制覇、6連勝で天皇賞に臨んだ。対するタマモクロスも7連勝中、ファンの注目を集めたこの2頭の足毛対決。10月30日午後3時35分12万人のファンが見つめる中、スタートは切られた。第98回天皇賞レースです。東証サミットが出遅れました。先に行くと言っていた東証サミットですが大きく出遅れました。さあ、大原レジェンドが行きます。果敢な逃げ、包みの逃げを今日も打つのか。レジェンド帝王が早くも3馬身から4馬身リードをつけて向こう正面に入っていきます。先頭は12番のレジェンド帝王、果敢に先頭に立ちました。3馬身4馬身5馬身後方から7番のガルダンが行きます。ガルダンの向こう側に9番タマモクロスが位置しています。タマモクロス、タマモクロスであります。そしてその後方でありますが、内の方を通りましてはランニングフリーがついています。ランニングフリーが続いている。そしてシリーズシンボリ、シリーズシンボリがちょうど中段であります。東証サミット、その後方から1番オグリキャップ、オグリキャップはタマモクロスを見るようにレースを運んでいます。オグリキャップは中段からやや後方であります。そして赤い帽子ボールドノースマンが続きます。そして鹿島キングであります。ダイナアクトです。マテリアル、ポツンと1頭2番のパリスベンベ、これが最後方。3コーナーの坂を上がって下っていきます。前半の 3m、 先頭はレジェンド帝王が立って今通過していきました。1分ちょうど、それほど速いペースではありません、それほど速いペースではありません。そしてタモモクロスが2番手、タモモクロスが現在2番手までぐっと押し上げてまいりました。タモクロスになっております。タイラサモンがスーッと外目から3番手であります。そして白い帽子オグリはまだじっとしている。オグリキャップはまだじっとしております。さあ、3、4コーナーの中間地点を過ぎます。先頭はレジェンド、レジェンドが依然として先頭に立っている。そして未来のタモモクロス、タモモクロスが2番手、タイラサモンが3番手であります。第4コーナーカーブ、さあ、府中の直線 500m であります。白い帽子オグリキャップは外から追い込み体勢であります。大歓声が湧き上がります。残り 400m、 東京は府中は坂があります。レジェンド逃げる、レジェンド逃げる、レジェンド頑張っている。タモモクロスになって、さあ、オグリ白い帽子はまた3番手から4番手、エンジン全開か、オグリエンジン全開か。タモモクロスがまず抜け出した、タモモクロスが抜け出した、ダイナックスが持っている、200を切った。タモモクロスと、タモモクロスと、オグリキャップ、オグリキャップはタモモクロスが、やはりこの史上初の天皇賞春秋連覇、タマモクロスは8連勝でこれを成し遂げた。オグリキャップとの再戦の舞台はジャパンカップだが、ファンの期待はもう一つあった。凱旋門賞馬ら世界の強豪にタマモクロスなら勝てるのではないか。一番人気はそんな期待の高さを表していた。世界が注目する第8回ジャパンカップスタートをしました。14頭が揃いました。綺麗なスタートを切っています。正面スタンド前の先行争いですが、若干気合を入れて
今目白伝が出ようというところか。目白伝、そしてランニングフリー、外の方からムーンマッドですか。さあ先頭はこの辺り、ランニングフリー、目白伝、鈴パレード、そしてシェイディハイ、日本の馬が先頭2番手であります。目白伝、村本が行きました。大レースに強い村本、村本のメトロデレンがまず先頭に立って、第1コーナー左手にカーブを切っていきます。ランニングフリー2番手、内を行きましたのがスーパーレード3番手でありますが、外から柴田の乗ったシェイディーハイツ、シェイディーハイツが2番手に上がります。その後ろに、その後ろにオグリキャップ、オグリキャップの後ろにマイビッグボーイがつけました。マイビッグボーイの内側からセーラムドライブであります。セーラムドライブの後ろにゴールドシティがつけて、そしてコンドルであります。コンドルの後ろはちょっと切れました、ちょっと切れて、そしてムーンマットレスは後方から行っています。ムーンマットレス、その向こう側にトモンクロス、そしてボーンクラッシャーであります。向こう上面の直線コースでありますが、14頭がほとんど一段、ほとんど一段で競馬を行っていますが、シェイディーハイツ、柴田が先頭に立ちました。メジロデレン2番手、外を通りましてマイビッグボーイ、そしてオグリキャップ、その後ろから内々を通りましてスーパーレード上がっていったトニービーン、世界の足、トニービーンはここにいます。凱旋門賞馬トニービーンは10段、そしてその後ろにセーラムドライブ、内を通ってゴールドシティ上がった、そして今度は若干手が動いた、そしてタマモクロスは終始外を行っています。外を通ってスーッとペイザバトラーアメリカも上がっていきました。第3コーナーのカーブでありますが、ほとんど14頭が一段であります。さあ3コーナーから4コーナーに向かいますが、ほとんど一段、まだ先頭はシェイディーハイツ、そしてメジロデレンが仕掛けた、メジロデレンが仕掛けました。シェイディーハイツ、そしてメジロデレン、ぐっと並んで両馬の間隔が詰まりました。その後ろからマイビッグボーイ、そしてペイザバトラー上がってくる、その後ろからタマモクロス、タマモクロスも赤い帽子スーッと上がってまいりました。外を通って上がってきています。その後ろにやはり赤い帽子、世界のトニービーンがやってまいりました。そして外側にオグリキャップ、第4コーナーをカーブして直線コース、東京競馬場大歓声が沸きました。先頭はまだメジロデレンか、メジロデレンか、メジロデレンか、外の方からタマモクロス抜けた、タマモクロス、タマモクロスが早くも抜けた、早くもタマモクロスが抜けました。そしてその後ろでペイザバトラー頑張った、オグリキャップ来た、オグリ来た、オグリ来た、しかし先頭はタマモクロスか、ペイザバトラーだ、ペイザバトラーか、タマモクロスか、タマモクロス、ペイザバトラー、2頭並んだ、オグリキャップ3番手、オグリキャップ3番手、先頭はタマモクロス、タマモクロス、ペイザバトラー打ち、ペイザバトラー打ち、外タマモクロス、そしてオグリキャップ3番手、しかし後ろからペイザバトラー、後ろからペイザバトラー優勝です。ペイザバトラーです。そして2着にはタマモクロス。連勝記録は8で終わってしまったが、半馬審査の2着オグリキャップとの2度目の足毛対決は、前回と同じ1馬身4分の1差をつけ勝利した。タマモクロスにとって引退レースとなった有馬記念、スーパークリーク、サッカーボーイといった今回の G1 ホースが花を添える中、このまま負けていられないオグリキャップも岡部幸男鞍上にタマモクロスとの最後の対決に臨んだ。スペースを作ります。さあサッカーボーイとタマモ、どこら辺から追い出しにかかるのか。3コーナーからすでに4コーナーに向かう13頭であります。レジェンドが逃げる、レジェンド逃げる、サッカーは後方から2頭目、タマモはすでに中段まで上がってきている、ボークラスはすでに中段まで上がってきている。さあ残り 400m の標識を切ります。レジェンド先頭で第4コーナーカーブでありますが、レジェンド捕まったか、外の方からタマモクロス、大外からタマモクロス、サッカーボーイ攻め足がやってきた、間をついてスーパークリープであります。間をついてスーパークリープ、そして岡部のオグリキャップ、岡部のオグリキャップ、オグリキャップとタマモクロス、内側にランニングフリー、スーパークリープがやってきた。オグリキャップはタマモクロスか、オグリキャップか、オグリキャップ、オグリキャップです。3度目の対決にして初めてタマモクロスを下しました、岡部オグリキャップであります。目の対決にして、そして最後の対決でオグリキャップがタマモクロスを制しました。どうぞ大きな僕を男にしてくれた見ない克美は、そうタマモクロスに感謝する。4歳の秋突然目覚め8連勝、万世という言葉はこの馬のためにあった。現在種牡馬生活を送っているタマモクロス、その子供たちも父と同じ足毛が多いという。
日本中央競馬会の提供でお送りしました。